おいおい、早く早く、こっちこっち、警察警察、クゼ、あんた一人か。ああ、組の人間は引かせた。てめえとやり合うのに余計なチャチャ入れられたくねえんだな。まだ風間組には手出しちゃいねえよ。錦山も事務所の中だ。堂島組は風間組を、いや、風間のおやっさんをどうする気だ。始末するに決まってんだろ、風間組もおめえも。今その指揮取ってんのは渋沢だがな、誰がやったってさほど難しい仕事じゃねえ。堂島組はもう東城会ごと下に収めちまおうっちゅう勢いだからな。お前らをぶっ殺すまでいくらでも兵隊を送り込めるってことだ。そうかもな。だが俺は雑魚がいくらかかってきたとこで今のあんたほど手強いとは思わねえ。ああ、あんたは俺をぶちのめすためだけにここにいる。何の損得もねえところで命張る男ほど厄介な相手はいねえ。よくわかってんじゃねえか。俺を今動かしてるのはな、男の意地ってやつだ。それさえありゃ男は笑いながら死ぬことだってできる。俺とお前、どっちの意地が上に行くか見ものだな。決着つけさせてもらいます、クゼの兄貴。言うね、上出来だよ。いつでもいいぜ。殺す気でかかってこいや。どこまでも強くなりやがる。クゼの兄貴、なんとなく俺にはわかる。風間の頭は
お前がこうやって本物の極道になるのをずっと抑え続けていた。その封印を解いちまったんだよ、堂島組が。だがお前の他にもう一人、そいつも今本物の極道になろうと必死にもがいてる。日教へ逃げ切る。そこに奴が、渋沢がいる。渋沢が日教連に。牧村誠は生きてるんだろ。渋沢は殺し屋に女を出せるとき、わざと死なねえようにしたらしい。まだ堂島の親父にさえ報告してねえらしいがな。あいつは日教連に女を囲わせて連中を泳がせたんだ。そのアジトを突き止めるためにな。なんだと。女もセラもおめえも風間の頭の息がかかってる人間は全員根絶やしにする。そうやって渋沢は初めて堂島の頭になれる。本物の極道に。キル錦。今アジア外から連絡があった。渋沢が堂島組を芝浦に向かわせてるらしい。もしかして日教連は芝浦にいるのか。ああ、誠もそこにいる。マジかよ。ならすぐ行こうぜ。キル、車回してくるからよ。分かってんだろうな、キル。てめえは極道の一番深いところに足突っ込もうとしてる。風間の頭が止めたその道をこのまま進む覚悟があるんだったら行けや。ええ、全部覚悟の上です、クゼの兄貴。なんだよ、忘れちまったのか俺らのこと。あんまり偉そうに街歩いてっとまたボコボコにしまうぞ。俺らに会ったらちゃんと頭下げてけよ。まっとりあえず挨拶代わりに財布置いてけや、兄ちゃん。なんだよ、ブルっちまって声も出ねえか。てめえ。ごめんなさい。すいません。チンピラ相手に何やってんだよ、真島ちゃん。お前に遊んでる暇なんかあったかよ。女は見つかったか。遊んどるわけやない。俺にはこれから行かなあかんとこがある。へえー、
どこ行くんだ。堂島組や。堂島組？おい、どういうことだ。女は堂島組にいるのか。牧村誠は堂島組の殺し屋に撃たれた。何？島野の親父に言うとけや。殻の一壺はもう誰のもんでもない、闇に葬られたんや。おい、どうなってんだ真島。はっきりしろ。女は死んだのか。手離せや。俺はもう誰の命令も聞かん。お前、あの子のことはもうほっといたれ。これ以上手出すんやったら島野の親父野郎が殺すで。俺は。お前まさか堂島組に行くって。堂島をやる気か。たった一人で。女一人のために狂っちまったな、真島ちゃん。狂犬みてえな顔してるぜ。やっと檻から飛び出したな。なんだてめえ。誠から伝言預かってきた。おせっかいな殺し屋じゃ。世良の野郎はまだ船に戻ってません。どうします。構わねえ、始めろ。へい。奴ら堂島組だ。完全に日教連を皆殺しにする気だぜ。俺らだけでいけんのか。やっと来たか。渋沢、渋沢！お前らの相手はこっちだ、キリュウ。てめえら。日教連だ！おら！撃ち返せ！
ちも始めようぜ、キリエ。柏木さん、風間組か。キリュウ、錦山、お前らは船だ、渋沢を追え。不当の連中は風間組が引き受けた。キリュウ、行こうぜ。
後ろからも来やった。柏木さんは何やってんだ。キリュ、俺がここで連中を食い止める。お前一人で先に行け。ニシキ、心配すんな、俺は大丈夫だ。お前は誠を守ってやってくれ。急がねえと渋沢に殺されちまうぞ。俺が銃を撃ち始めたら先に走れ。いいか、俺が追いつくまでに渋沢と肩つけとけよ。よし、行け。
ろ。やべえぞ、いいからしまってる。いい加減にしとけよこのガキ。お前ら下っ端の首は風に入らんねえ。さっさとどかんかい、ボケが。
と諦めろ。うわー、隠すぞ。Dame un like. ¡Arigato! Moto Shima no Gumi. Majima Koro ka. 18 nin goroshi no Saejima Taiga no kyoudai bun. Omaera.二人揃って随分と時代がかかってんな。やっと見覚えのある顔や。頭王座の阿波野ってもんだ。顔ぐらいは知ってたろ。ああ、お前ほどの男が今は堂島組長の玉よけか。お前の目的は女の復讐か。そのためだけにたった一人で堂島組をここまで攻め込んでくるとはな。賢く生きるつもりはさらさらねえらしい。極道が小賢しく生きる方がよっぽどアホらしいわ。今は世の中金が支配する時代だ。その時代が求める極道の姿ってのがあんだ。生き方の良し悪しじゃねえ。おめえが時代に合ってねえってだけのことだ。本気で備え思うとるんやったら俺に言い訳する前にさっさとかかってきたらどないや。自分のくだらん生き方を三宅面でごまかさんで済むで。なるほど、そうかもしれねえな。おめえみてえな熱のある男にはついごまかそうって頭が働いちゃう。ゴルフに女に高い酒、全部くだらねえたわごとだ。そいつを漁ってるうちに俺の背中に背負った線をえらく色あせちまった。もともと俺は人を殴るのが好きでな。相手がムカついたから殴るんじゃねえ、殴るのが好きだから殴った。からの極道のくせにいつからかてめえの血流すのが億劫になってな。
金まみれの小賢しい極道を演じるのが楽だって気づいちまった。もっとも楽に生きるのが楽しいとは限らねえがな。せやったら最後にお楽しみができてよかったやねん。お前らは殻の一つぼっちゅうざれ言のために群れになって誠を引き裂いた。もう二度とあの子お前らのざれ言には付き合わせん。ここで俺が全部しまいにしたる。安心せえや。堂島組のお仲間も後からまとめてあの世に送ってるわ。